国際ブランド、また、これを運営するアメリカ合衆国の企業である。マスターカードと同様のクレジットカードの国際ブランドであるビザに比較してヨーロッパで強いと言われる。という接触型決済、非接触型決済方式のポス、オンラインデビットカードが日本以外の210カ国地域で拡大している。 キャッチフレーズとしてを掲げており、全世界でこのフレーズを全面に出している。マスターカードのサービスは、マスターカードから権利を得た者が自身の会員に提供するものであり、マスターカードが直にサービスの提供を行わない。マスターカードから権利を得た者が、マスターカードブランドのクレジットカードの発行や加盟店に関する業務を行っている。 次のクレジットカードが発行されている非接触決済サービスである。非接触 IC カード通信方式である ISO IEC 14443タイプ a を採用している。インターネットによる決済を 3D セキュアを入力することで安全に行うことができるサービスである。あらかじめ一定の金額500ドルから2500ドルをチャージしておける。 クレジットカードと同サイズのプラスチックカードでそれを無記名のまま譲渡することができる。譲渡された相手はそのカードでチャージしてある金額までショッピングに使えるもの。商品名はマスターカードギフツ。1967年三菱銀行からダイヤモンドクレジット株式会社として設立。1969年マスターカード発行。当初、 日本で発行されていたクレジットカードに付けられていたマスターカードマークは日本国外でも利用可能にするためのものであった。国内での使用はクレジットカードを発行した会社が契約している契約店舗で使用する前提であり、国内ではマスターカードとして使用できなかった。ただし海外で発行されたカードはマスターカードとして使用できるようになっていた。一方、 ビザは日本への導入が始まった当初から店頭にビザマークが付いている店舗では発行会社を問わず使用ができていた。ビザはマークが掲示してあれば使えるのに対しマスターカードはマークが掲示してあっても実際に決済できるのはその店と契約しているクレジットカード会社のみという状況が次第に混乱をきたし始める。そこで DCMC UC の各社間で相互に伝票をやり取りすることで、決済を行うようになった。その後、この3社に加えて共同クレジットサービス、オムニカード協会、OFC、CF、JAX、スライフセーブクレジット、現在のクレディセゾン、日本クレジットサービス、現在の4クレジットサービスが参加して、1989年3月に、マスターカードジャパン、MCJ を設立。 マスターカードを付与したカードの各社間決済が可能となった。ただし、これは、あくまで MCJ a の加盟が前提となっており、立ち上げに不参加の日本審判、国内審判、現在の楽天カード及び KC カード、大英ファイナンス、現在のセディナや、その後、マスターカードワールドワイド、MCW へ直接加盟する形で、 クレジットカード事業へ新規参入した会社については、決済が行えない不完全なものであった。例えば、日本交通公社は、1989年5月に MCW からライセンスを付与され、JTB マスターカードを発行開始しているが、1990年3月に MCJ へ加盟するまで、日本国内での決済は事実上できなかった。現在、 マスターカードの決済は原則として MCW のネットワークを通じて行われるようにシステムが切り替えられているためカード自体の利用停止あるいは時期不良等の不具合がない限り決済負の事態は発生し得ないはずであるが更新していない古いクレジットカード端末機や POS が残っているため MCJ に加盟していなかったカード会社あるいは稀に最初に 相互決済を行ったサンシャイのマスターカードを認識できず引くケースがまだ存在しており、この事象をマイナーマスター問題と呼んでいる。古い端末機がなくなっていくことで解消に向かうと考えられているが、端末機は加盟店側で購入しているものが多いため、故障などが発生しない限り加盟店側による自発的な交換は少なく、今後もわずかながら残っていくと思われる。 日本国内でマスターカードワールドワイドから直接ライセンスの供与を受けてマスターカードカードを発行している会社は次の通りである。これ以外の会社が発行しているマスターカードカードは以下のいずれかと提携して加盟店開放によるライセンスの供与を受けた上で発行している。日本においてマスターカードブランドの加盟店に関する業務を行う。 マスターカードアクワイアラーは次の通りである。近年では CM などを通じて知名度の向上を積極的に進めている。その結果、日常会話などにおいてその CM の決まり文句が引用されることがある。日本では PayPass を搭載したクレジットカードが発行されている。また、携帯電話を利用したフィールド実証実験が2008年に行われている。 次の各社が対応している。ライフが発行予定であったが、発行延期のアナウンスがされてから、発行予定がない。なお、日本円で10万円相当額を超える場合は、法律により発行が不可能である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。